い、ありがとう整体の平野です。本当に最近ね、11月11日に、ごめんなさい、3年前にね、人体の緩みというものを見つけて、そして今年の7月に、チャクラの歪みというのを見つけて、そして11月11日脳幹の、ねじれをね、取る、その手法を見つけて、本当に、ワクワクドキドキしながら今ね、最高な気分で、整体をしています。まあ、今回その、脳幹の、まあ、エネルギー的な治療というですかね、まあ、これ後頭部があって、まあ、頸椎があって、その中に、まあ、脊髄、この黄色の脊髄が、中に入ったところに、まあ、脳幹、脳神経12対あるんですけども、ね、一番大事な部分、生命の、ね、一番大事な部分を、今まではこの頸椎の、ね、一番を、まあ、操作したり、まあ、後頭部を操作して、やってきたんですけども、どうも調べてみるとですね、本当にこの、脳幹自体にね、こう、かなりエネルギーのこうねじれがあって、まあ、例えば、普通の生体的な形で、検査をしてみると、この脳幹の部分をですね、チャクラ的なエネルギーこうねじって押した時にですね、まあ、立ってやった場合は足が浮いてしまう。そういう状態に、皆さんなっています。で、それは、浮いてしまうわけだから、これ押しても効かないんですよね。そして、見つけたのが11月11日にというか、まあ、そのチャクラ療法から見つけたのがですね、強い一時的なエネルギーを一時的に入れてあげるとですね、その押したもの、私がこう押したものがしっかりこう圧力ができて、押し返してきてくれるという。そんな、まあ、脳幹チャクラ療法、まだちょっと名前は考えてないんですけども、脳幹チャクラ療法と、まあ、仮名称ですけども、それをしたところですね、まあ、20代の、女性、先生やってますけども、そのやった後に「もう何これ、めっちゃ目が見えるじゃん」みたいな、まあ、目がすごい明るくなって、そして視野が、広がって、まあ、めちゃめちゃいいみたいなことを、ちょっとその瞬間、ビデオを撮りたかったんですけども、まあ、そんな、今度、脳幹を操作できるようになって、そんな、面白いね現象が、起き始めました。でも、先ほど言ったみたいにね、そのまま押してもですね、足が浮いてしまう、これ全然効いてないんで、無理やり押すようなことはやめてください。しっかり、できていれば軽く本当に支えるぐらいの力で、その人の足がガッてきて、そして逆に、圧力が高まってきて、逆に僕の手をこう押し返してくるような、そんな、形になります。そんな、ちょっと変わったね、ちょっとじゃなくて、まあ、かなり変わった、整体を、やっています。ですから揉んだりですね、ボキボキしたり、ストレッチをかけたり温めたり電気をかけたりする必要は、まあ、僕はないというか、逆にそれが、邪魔になってしまうというふうに、考えています。そんな、皆さんに怒られちゃうような、整体、皆さんというのはね、それを、整体をなりわいにしている人たちに怒られちゃうような整体ですけども、愛知県蒲郡市というところでやっています。まあ、ぜひ、整体の先生もね来ていただけると面白いかなと思います。東京も、出張でやっておりますが、今、まあ、大阪はちょっと一時的にはお休みし、させていただいているんですが、また強いご要望がある場合はですね、行ってみたいなっていうふうに思っています。ぜひね、お待ちしております。